何これ、どれ、これマイクいる、かわいいじゃんいくよ、せーの、さあ始まりました、少量チャンネル、翔太です、りょうです、少量です。というわけですね、今回は、ある企画を考えてやってみたいと思います、はい、題してGU で1人5000円以内で冬コーデを買ってみた、しかもですね、うん、今回の企画は、1人ずつ、まあ、5000円以内で洋服を GU でね、うん、買うんですけれども、うん、あのただ単に自分の着たい服を買うんではなくて、僕は翔ちゃんが似合うかなと思う服、うんうん、コーディネート、そう、翔太は逆にね、あの寮に着させた服着させた服着させたい服、うん、うん、を買ってみました、はい、はい、でですね、GU に2人で買い物に行って、でそのまま今日は天気が良かったので外で着替えて、うん、撮影もしてきたのでそれを見ていただければなと思います。で、最後にですね、皆さんにどっちのコーディネートが好みかいいなと思ったかちょっと投票してもらいたいなと思っているので、それも合わせてよろしくお願いします。ではどうぞ。僕が選んだのは今回、まあ、全体的に青で、一応靴まで合わせて5000円以内で揃いました。30代後半なので、あんまり可愛らしくならないような感じがいいかなと思いつつ、イージーパンツとか履いて全体的にしっかりなりすぎずがいいのかなと思って、彼氏が着てほしい服っていうのを選んでみました。12月クリスマスっていうことで赤を入れたかったんですよね。なので赤が入った、まあ、セーターを一つ選ん で全体のトータルコーディネートとしてはクリスマスツリーをイメージしてます。でインナーにグリーンのシャツを入れて、その上に赤が入ったセーター、ボトムは何色っていうのかな、ちょっと茶系のカーキっていうのかな、のパンツにしてみました。いかがでしょうか。ちょっと冬らしいクリスマス感のあるデートにも着ていけそうなコーディネートを考えてみました。というわけで今回こういう感じにしたんですけど、まあその例えばまあ年齢層とか多分女性男性とかも好みはバラバラだと思うから、うん、もう自分の直感でこの服が一番いいな、どっちの方が服が一番いいなっていう感じで選んでもらえたらいいかなと思って、うんうんうん、そうだね、うん、うん、再確認しておくと、翔ちゃんが今着ている服装が僕コーディネート、僕が着ている、服が翔、ちゃんコーディネートなので、うんうん、ぜひ投票してみてください。はい、撮ってるよ。紅葉が綺麗、なんかそのコートにもすごい合ってる気がする。本当に？うん、よかった。水溜りがあるよ、うん、はず。モテる？
これね、あ、これね、うん、あの井の頭公園の中にある、うん、なんだっけ、イノカっていうあのカフェスタンドがあって、そこで買ったやつが、うん、結構その吉祥寺のあのスポットで流行ってて買ってみました。買ってみました。翔ちゃんあれだよね、うん、チョコミントラテ。そう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 。どう？うん、あ、チョコミント美味しい。美味しい。うんうん、僕は、レモンスカッシュのザクロ。うん、ザクロレモン。飲んでみて。うん、美味しい。あ、美味しい。あ、いい。美味しい。うん、うん、飲んでみたら。うん、貸して。あ、持ってる。大丈夫。狙った。狙ったと思った。戦おう。うん、めっちゃチョコミント。本当？狙った。美味しいね。レモンが効いてて美味しい、うん、ね、美味しい。ぜひ買ってみてください。うん、おすすめします。イノカっていうお店。はい、というわけで今回は、GU で5000円で冬コーデを買ってみました。どうかな、似合ってるかな。どうだろう。ぜひ投票してみてくださいね、うん、それぞれのコーディネートをやってみました。はい、はい、というわけでですね、今回の動画が気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。